神が舞い降りたし、タイミングですね、うん、あれはもう最高だったわ、横で俺も無理やわって勝てへん、かぶ勝てねえ。なんで釣り木さん黄金玉なんか書いたの？え？釣り木さん黄金玉、タピオカの、タピオカの時に黄金玉の玉って書こうとしてえ、なんすかそれ、なんか分かる人と分からん人いるからやめとけって言ったやろ自分が、懐かしいラーメン5年ぐらい前のネタじゃないですか、ええねん、あれいつ見て笑えるからさすがじゃあ大丈夫ですか、じゃあ誰からいきますか、手挙げてよせーのはどれ見ていいか分かんない、クイズ一番最後の人がハードル高くなるようにやらんと、すいません、私男なんですけどよく本音に間違われます、このまま今、おお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 おはい、じゃあ使っていいですか、どうぞどうぞ、どうぞハードル上げますね、奈良時代のの悩み事相談とはおお一本あげようか、キャッチャー、キャッチャー頑張ってキャッチャー頑張ってくれ頼む痛切にあれ裏っかが面白い、悩み事相談とは、次からドンキホーテまで結構掴めてる、マズダイ、マズダイドンキダイヤ日本ちょっと危ない、こいつはちょっと動くな動くな動くな